町まだ？まだかなりある。今日中に到着するのは厳しいだろうな。また野宿？もうなんとかなんね。少し戻ることになるか。レスタルームで宿を取るか。マジ？やったー、話わかる。たく、雨だ。休息も必要だ。取れてよかったな。おい、出店見に行こうよ。ケバブ食おう。行く。あ、二人は？俺は残るかな。市場で食材を調達する。先に行っていいぞ。オッケー、行こう。早めに戻れよ。どっから行く？ケバブ一択。お姉さん、何食べてるの？ん？お待たせ。誰？そこで売ってるよ。じゃあね。じゃあね。ナツメグとシナモン、それとブラックペッパーを2袋。はいよ。そのままでもいいが、ジャムにしてもうまいよ。では、これも頼む。何作ってんだ？お、いつものやつか。今回はバナナで試してみる。よくやるね。なんで何度も作ってんだ？まあな。おお、いい色だ。キッチンをお借りしています。いいよいいよ。甘いもんばかり作っているが、そんなに好きなのか、イグニス。いえ、これは。お疲れ様です。いきなり数学か。やばいっつうか、全部やばいよ。ノクト余裕じゃん。あれ、王子だから内心関係ねえし。じゃあな。王子、テストなくしてくれ。邪魔しているぞ。ああ、あ、野菜ばっか。偏った食事ばかりとっているようだからな。栄養バランスを考えて、たまには自炊を。はいはい。夕食にするから手洗いうがいを済ませてくれ。ああ。漫画なら棚に収めた。ルナフレーナ様の手帳は引き出しだ。返事をするなら早い方がいい。分かってるよ。ボタンが落ちていたが、あれは？あ、制服のやつ落ちてた。まったく。帰ってつけるから出しておいてくれ。ああ、食いすぎた。デザートは入るか。あ、今回は蜂蜜の種類を変えてみた。おお。どうだ。違うかな。もっと甘かったし、サクサクしてた気がする。
そうか。パイ生地の方も試作が必要か。でもうまいよ。イグニスも食わねえ？ああ、コーヒーは。うん、サンキュー。試験勉強があるだろうから帰るが、前にも言ったが、外出時は戸締まりに気をつけてくれ。玄関だけでは不十分だ。それとゴミの分別も頑張ってくれ。それ以前に部屋に放置するな。誰かがやってくれると思ったら大間違いだぞ。ノクト。はいはい。きちんとしてくれないと一人暮らしは取りやめになるぞ。それと国政レポートだ。詳しくはまた説明するが、目を通しておいてくれ。うん、テスト終わってからでいい。試験が大事なのは当然だ。だがお前は次期国王、その自覚を持ってくれ。げー、ノクト勉強してる。何食ってんの？朝飯。いや、いらないか。あや、あ、おーほー、一口だけ。は、うまい。これ何？知らねえ。昔ちょっとテネブライにいたことあったんだけど、その時食べたおやつがすげえうまかったんだよ。どんなんだったかあんま覚えてねえんだけど、イグニスに行ったら再現しようとしてくれてさ、たまに作ってくれんの。でもなんかいつも違うんだよな。こんなにうまいのね。ていうかあの人お菓子作るんだ。帝国の動きが活発になってきております。ルシスに攻め込んでくるのは時間の問題。魔法障壁が要となりましょう。帝国軍はまだしばらく兵力増強に徹しているはずだ。先日のガラード区域への襲撃はおそらく新型兵器の性能を試したのだろう。報告ではこちらの魔法の力が阻害されたと。奴ら障壁を破壊するつもりか。今はこちらも様子を見るほかないが、警戒態勢を取るよう通達せよ。以上、解散。イグニス。陛下。ノクトはどうだ？本日より期末試験です。勉強するように言いましたが、なんとも。一人暮らしは食事の偏りが気になりますが、指導すれば改善するかと。いつもすまんな。いえ、魔法障壁の影響ですか？だろうな。障壁を張り民を守ってこそ王だ。私がいなくなれば次のルシスの血が継ぐことになる。だがその前に何としてでもこの戦争を終わらせる。ノクトを頼むよ。はい。